はい、どうも皆様こんばんは、すすです。今回はですね、今回のバージョン 3.0 で、アップデートですね。で、変更点のダブルポンプの、まあ、コッキングが必要になったっていう部分についてちょっとお話をしていきたいと思います。知らない方もいると思うので、まあ、実際前がどういうのだったかちょっと動画を一応前撮ってありますので一応挟みます。こちらをどうぞ。はい、どうも皆様こんばんは。というわけでですね、このポンプ式ショットガンの、2丁の、まあ、メリットとか、まあ、いろいろとご説明していきたいと思います。まずですね、普通の設定がスタンダードだったかな、スタンダードだとできないです、この動きは。なのでここをコンバットプロに変えないとまずできない動きだったんですよね。自分はスタンダードでずっとやってたんですけど、まあ、コンバットプロじゃないとできない動きなので、まずそこはまあ修正されるということなので、まあやらなくていいとは思いますけど、基本的にこっちの方がクラフト動画のスピードが速くなるので、こっちの方を私はおすすめします。変えて、最近変えたんですけど、まあかなりやりやすいですね。でコンバットプロでしかできない動きだったんですけど、まず普通の場合セミオートショットガンとかだと連射できるんですけど、ポンプだと打った後にコッキングの時間がかかります。どんなに早く打ってもこの程度なんですけど、打って変えて打って変えて打って変えてってやると、まあこれコッキングのあれいらないんですよね、この時間が。なので、普通のセミオートとかだとちょっと威力低いんですけど、ポンプだとヘッドショットに当たると220か30ぐらい、まあ、一応画像も貼っておくんですけど、まあ、そのぐらいのダメージがかかるので、セミオートより高い威力の連射ができる。プラスこれ全部打つなら10発かかるんで、打って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 を繰り返すと相手が瞬どけするっていうあれでした。なので、これがちょっとパッチが入るということなので、かなり変わったんじゃないでしょうか。で見ていただいたと思うんですけど、あんな感じで、武器チェンジを挟むとコッキングがキャンセルされるので、ポンプの、まあ、ヘッドショットとか、あれアーマー100、体力100あっても200以上削れるんで、220、30削れるので一撃で死んでしまうんですよね。でそれが連射できるっていうことなので、さすがに凶悪すぎるんじゃないかということで、修正されました。で、今がどういう感じかっていうと、これが挟むようになったわけですね。で、まあ、結構常連さん、まあ、常連って言ったらソロスク勢とかは、まあ、これがあるとかなり勝てるんですよ、正直。4人いても、まあ時と場合によるとしか言えないですけど、まあ、そういう風にかなり強かったんですけど、じゃあ今はで他の武器も全部そうなのかっていうと、そうではなくて、また今回追加された武器でデザートイーグル、ハンドキャノンって言われるあの武器ですね。あの武器も実はコッキングキャンセルができまして、そちらもちょっと用意してありますので、こちらをご覧ください。まあこういった感じで、まあ、コッキングキャンセルっていうのはこのポンプショットガンだけになっちゃったんですよね。まあさすがに強すぎたんですよね。ということで、修正された点はここなんですけど、ハンドキャノンは、まあ、ヘッショで180ちょっとダメージなので、まあ、ポンプほど強くないんで、まあ、そのあたりは編集じゃない、まあ、修正されなかったんじゃないかなと思いますので、まあ、見た目もかっこいいからですね。まあああいうポップの代わりに、まああれ2丁とかやっていくと、あれ一応言うては SR 枠みたいなものなので、まあそれでも全然使っていただいてもいいんじゃないかと思います。というわけで最後までご視聴いただきましてありがとうございました。よければチャンネル登録高評価よろしくお願いいたします。ではまた皆さん動画でお会いしましょう。じゃあの